元気が出る大チャンネル。大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。僕たちは今、神奈川県厚木方面から埼玉県佐賀戸に向かって走っています。今日は木村一郎先生のミュージックプラザ歌謡祭、佐賀戸グランドホテルでショーなんですね。ゲスト、北川大輔、道の駅兄弟、ひろしさん、ひとしさんですね、笛吹桃花さん、岩木徹さん、三田京香ちゃん、そして石原まさしくんらとともに楽しいステージに伺います。とってもいい天気です。それではスタートです。大チャンネル、今日の会場になります坂戸グランドホテル到着です。今日のイベントのポスターになります。さあ、ホテル到着です。頑張ります。ラース、お、素敵なお花ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あー、やってるやってる。お、こんな感じですね。わーすごい、いい感じになります。こちらです。わー、すごい、超アイスです。はい、今日の楽屋になります。こんな感じです。今日の衣装です。今日のプログラムになります。ミュージックプラザ歌謡祭。いい感じですね。頑張れ高齢者。いいじゃないですか。元気出ますね。皆さんと一緒に楽しく歌います。スペシャルゲスト。じゃあ、北川大輔、こちらですね。歌います。お弁当タイムです。じゃあ、こんな感じ。すごいね。ねえ。すごい成果ですな感じですね。いただきます。いただきます。サーモン。うん、おいしい。あ、マリネ、うん。ローストビーフー。イェーイ、いただきます。ごちそうさまでした。これで、頑張ります。今日のプログラムになります。こんな感じです。頑張りましょう。よろしくお願いします。お願いします。道の駅兄弟のひろちさんとひとつさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大ちゃんいつもお世話になってます。とんでもないです。お元気ですか？うん、元気です。今日はもう楽しみでした。頑張ります。念願ですよね。大ちゃんと何年ぶりに？もう何年ぶりだ。そうです。もう久しぶり、うん。北島さんのテレビとかね、大ちゃんと歌仲間とかいろんなイベントも、ね。いや、ご視聴していただいて、はい。新曲、家族いいね。あ、ありがとうございます。いい家族いい、嬉しいです。だって今回あれじゃないですか。深谷の。あ、渋沢一ね。そう、我々は。物語ということで。4月なんで、新冊。楽しみですね。そこに向けて新曲発売になるということで。渋沢一物語、今頑張ってます。はい。よろしくお願いします。あとは、大ちゃんにお願いがあります。はい。ゴルフを教えて。はい、行きたいですね。一緒に。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、頑張ってそれが君でいいもんだ。今日の作詞は田野先生です。おはようございます。はい、よろしくお願いします。作詞の先生であり、また今日は司会をしていただきます。よろしくお願いします。はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、さあ、それではまもなく本番です。決まりました。今日こんな感じです。では、行きます。なんだ紹介します。石原まさしくんです。石原まさしです。よろしくお願いいたします。念願だね、一緒にね。ありがとうございます、はい、デビューした何年だっけ？もう3年になりました。3年か、はい、ね、頑張ろうね。ありがとうございます。沖縄から出てきてね、はい、沖縄から頑張って、はい、ちょっと頑張ってるので応援してあげてほしい。ありがとうございます、ね。今日の意気込みを、はい、今日はまた皆様に熱いハートのこもった歌をお届けできるように一生懸命歌います。よろしくお願いします。はい、頑張ろう。ありがとうございます。今日念願だね、一緒に舞台で ね楽しみだね。テレビでご紹介、そう、もう歌える人生でいつもね来てもらってるんですけど、今日は久々ね、はい、行ってみたら久しぶりだし、また舞台で一緒に歌えるってね。今日の意気込みを、今日は私の作詞の曲も歌うので、あ、楽しみだね。じゃあ盛り上げようね。はい、はい、よろしくお願いします、はい、
紹介します。青木恵理子さんです。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お楽しみに来ました。今日は先生のイベントなので先生の門下生ですよね。はい、ね、はい、頑張りましょう。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。茨城の出身です。はい、茨城出身です。紹介します。岩城徹さんです。おはようございます。どうもおはようございます。よろしくお願いします。久しぶりです。お元気でした？おかげさまで。あ、よかった。以前お世話になりまして。こちらこそもう埼玉の、ねね、コンサートとかも一緒に、ね、出てもらったりとかしてですね、ゲストでありがとうございます。いや、今日は一緒にできるんで楽しみに来ました。私もです。本当ですか？久しぶりにお会いできるんで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。10年近く前だと思うんですけども。そうですね、はい、初めて一緒に共演させていただいた時に、はいはい、大輔さんから、はい、素敵な言葉をいただいて、はい、ちょっとね、僕も硬い感じでステージに上がってたんですけど、はい、大輔さんから、まあステージをね、お客さんと一緒に楽しんじゃえばいいんですよって言われたもんですから、はいはい、それを記憶にずっとやってきて、はい、その意味がね、だんだん分かってきて、僕も、はい、そうだな、ステージ本当に今楽しく、はい、皆さんと一緒に楽しんでやれることができて、はい、いいことですよね。じゃあ今日も一緒によろしくお願いします。楽しく行きましょう、はい、ありがとうございました。岩城徹さんでした。紹介します。日本クラウドの、冬木桃花ちゃんです。どうも今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっと会えたんだね、今日って、ね、一緒にね。そうですね、一緒にやっと舞台で一緒に今日できるって、はい、今日楽しみにしました。楽しみにしてました、ね、はい、今日本クラウドで頑張ってる一押しの美人演歌歌手で、はい、山梨県のね、はい、出身だもんね。そうです、山梨県で笛吹きと桃の産地です。そう、そのままなんだね。そのままですね。芸名がそのままの名前なんだね。笛吹き側の桃花ちゃん、ね、桃花です、ね、はい、はい、一生懸命頑張ってるんで応援よろしくお願いします。今頑張ってる新曲が恋一輪です。お、いいね。どんな歌？もうとても切ない歌なんですけど、うん、とても軽快なリズムに乗せて歌っていく、うん、そんな歌でございます。なるほどね、頑張りましょう。今日よろしくです、はい、よろしくお願いします。イエーイ。似てないって言ってくんないと話が進まないんです。似てないでしょ。お願いします。大ちゃんも良かったね。いい男だ。さすが北川大輔。そう、素晴らしい、ね、私たちも惚れております。I'm not sure.
ご登場いただきましょう。ご挨拶曲は第57回レコード大賞作詞賞受賞曲でございます。浜の踊りからお聴きください。いただきました。エクボと八重葉とリーゼントとっとみやつ北川大輔です。よろしくお願いします。今日は木村一郎先生の素晴らしいミュージックパラス様の会でございました。楽しみに来させていただきました。お花のような方からお花をいただけるそうでありがとうございます。ありがとうございます。いただきましたI'm not afraid to die.
この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。